Night Stories. Night Stories. こんばんは、大貫妙子です。毎週水曜日、私のナビゲートでお送りしている深夜のプログラム、ナイトストーリーズ。桜前線も北上して、いよいよ本格的に春の、空気というか匂いがしてまいりましたけれども、だというのにこの番組も残すところ今夜と来週の2回だけになりました。こんな間際になって今日はゲストをお迎えしています。私の番組にお迎えするゲストは私と30年以上のお付き合いがなければダメということで、そうなるとですね、ほとんど来てくれる人はいないということで、今日は、本当に私の大事な大事な音楽仲間、山下達郎さんをゲストにお迎えしております。こんばんは。こんばんは。よくいらしてくださいました。30年、猫なら化けてるってやつですね。そうなんだ。すごい生なのね。そうなんですよ。3時まで続くんですけど、すごいな。でもあっという間に終わっちゃうんですけどね。あ、そう。そうそうそう、なんとかに鞭打ってってやつですね、夜中の。今日は山下さんに昔の、私はほとんど記憶力がないので忘れていることがほとんどなので。生はな、やばいこと言えないからな。そうそう、ちょっとね気をつけつつ、いろいろお話を聞こうと思います。皆様からの、メッセージもお待ちしてます。メールは www.j-wave.co.jp、 携帯の方は ns@j-wave.co.jp です。ラジオネーム山ちゃんから、奈良市からです。奈良、うん。深夜生放送で達郎さんと大貫さんのトークが聞けるなんてワクワクしますねと、もういただいてます。怖いわ。ワクワク、ガラスの向こうはほとんど怯えてるんじゃないか。深夜の生なんて久しぶりだよ。あ、そう、うん、だいたい30年前にオールナイトニッポン3時5時ってやつだったの、それだって録音だからね。あ、そうね。深夜の生って聞かない、ラジオ深夜に。深夜聞かないな最近。こういうこと言っちゃいけないんだけど、最近ネットラジオだから。ああ、そうだ、アメリカのラジオ捕まえちゃうから。ああ、なるほどね、うん、インターネットで。まあ、そういうのも含めてね、この番組が、うん、この時間帯にっていうのはやっぱりほら、私たちのようにやっぱり夜働いてる人もいるじゃない、結構、うん、それで、まあ、テレビとか見ないで、例えばネットとかやりながら、こう流してやるようなラジオを作りたいということで始めたんですけど、ね、なるほどね。まあ、とりあえず来週で終わりなんですけど、うん、それでは、まあ、ゆっくり後で話を聞くとして。随分結構急いでない。テンポ。そうだよ、そうなんだよ、ちょっと急いでます。落ち着いてください。ではね、山下達郎さんのこの曲大好きです。私、サーカスタウン。山下達郎さんでサーカスタウンを聴いていただきましたけど、これは76年かな。もう30年ですよ。29年半っていう感じですかね。76年の10月だから。これシュガーベイブを解散してから、うん、あ、解散したその年にレコーディングしたんだよね。レコーディングしたの、うん、で次の年に出した、うん、その年に出した、うん、あ、そうだっけ。私のソロと同じ、ほぼ同じでしょ。そうだよね、うん、あなたのグレースカイズのちょっと前かな。そうだったか、うん、6月これは10月。あ、そうか、うん、じゃあ。あんたの6月でしょ。ちょっと早かったんだ。うん、そうですよ。もう30年ですよ、あなた。そう。私たちは、シュガーベイブというバンドをやってたんですよ。そうです。33年前だからやってましたからね。いや、だね !33 年。すごいね。黙ってても33年は経つからね。もう23の時の歌だもんね。もう53だもんね。ゾッとするよね、本当に。ちょっとゾッとするね。でしょ、うん、考えないようにしましょう。でね、そう、うん、これそれでまたソングスという、はい、シュガーベイブの幻の、はい、幻じゃないんですけど、どう、これがまた今度は去年30周年版。そう、うん、いくつ出てるんですかね、これ。最初に CD 化されたのがはリミックスなんだよね、うん、だから初めてこのオリジナル版で CD になったのは12年前、94年。それで、11年だって30周年記念で去年出て、その2種類だね、今の。ちょっと若干ボーナストラック違ってたりする、うんうん、これは75年ですから、もう31年。
実際にそのまあ30年経つと長いっていう感じもするけど、でもそんな感じしないでしょ。頭のこのシュガーベイブの2年半か3年っていうのがその後の10年よりも3倍ぐらいね、いろんなことがあったからね。特に若い頃の1年はね、やっぱり21人の1年2年っていうのはやっぱ31人の1年2年より全然やっぱり密度が濃いっていうかね、このね、ソングスってアルバムを、まあ、世の中に出るか出ないか分かんなかったんだけど、結果的に出て出すことができて、でもその後もちろんそのずっと山下さんのねご活躍が あってからこそこのソングスが未だにあるんだろうけど、いやいや、大西さんのご活躍二人で言い合わないですけど、未だにねこういうものが若い子たちにとって新鮮というのがすごく、これ何だと思います？わからないけど、これは今までね一回も廃盤になったことはないんですよね、で やっぱ今はそのシリカの波でオールディのこういう日本のね古いあの音源も復刻されたりしてるんだけど、これは基本的にはやっぱ一度もそういう意味では、市場から耐えたことないって不思議な相手でね、こっちが聞きたいぐらいだよねそれね。だけど僕らのあの経験で、今だから若い人なり、まあ僕らの本当のこのシュガーベイブの時代のファンの人がね、まだあのライブ来てくれたりする人たちも含めてどういう具合に考えてるかわからないけど、あの少なくとも自分たちでやってる時にはあのなんていうのかな、一般的な評価は全然ないんだけど、そのライブハウスの本当100人とか150人ぐらいのところに行くとめちゃくちゃカルトだったんだよね、だからそれこそなんていうのかな、あの当時の一世を風靡してた、例えばもうちょっとロックンロールベーシックなものとかリズム&ブルースベーシックみたいなもの、例えば関西ブルースとかさ、そういうようなものの動員と、そのライブハウスのレベルでは、まあ今まで言ってみればクワトロみたいなレベルだけど、そういうところの動員だとどこにも負けなかったんだよね、でもその時はあなたもそう同じようなこと考えてたと、そんなもんだと思ってやってたでしょ、ね、で他へ行くとだから全然そうじゃな本当はなくてさ、僕らみたいなこういうミドルオブザロードの音楽はね、で僕らに関しては割とすごく動員が良かったからそう ねだからそういうところではそんなになんかこうあんまり悲惨な思いはしなくて済んだけど、そう、私たちだけが出るライブハウスではね、それとその野音でそういう関西ブルースと一緒にやらされる時のその観客の反応のギャップが、だから僕らのこうすごく音楽性がトラウマであったりこうねあれだったりするわけなんだけど、でもまあでもあのそのカルトな感じの熱狂っていうのはすごく僕は覚えてるので、それがまあ要するに何かで感応してるっていうかな、未だに、なんかそんな感じます。で今のはやっぱりヒップホップとかラップとかああいうサブカルチャーの波っていうのは90年ぐらいからね、あの80年代ってものすごくいわゆるロックフォークニューミュージックスで、ものすごくビジネスライクにさ大きく展開した時代だけど、90年代に入るとそういうヒップホップのもうちょっとね、インディーっていう名のさライブハウスとかクラブとかそういうようなムーブメントってのすごくあるから、ああいう人たちって結局僕らが21人でやったってた活動形態と大して変わらないじゃない、だそういうところでなんか、ね、微妙に感応してるのかなっていうのは僕なりのあの感触なんだけどね。それじゃあそのシュガーベイブを聞いてみましょうか。なんか一人でしょ、ダウンタウンダウンタウン22だぜこれあなた21すごいね、まさか2006年にねこんなところで JFM の深夜番組でダウンタウンかかってる、六本木ヒルズなんて立ってなかったし ねそうそう、ここ俺の行きつけの飲み屋なんて場所なんだけどさ、ここ立ち飲みで今六本木の方に移ったけどすごいローカルな話変わっちゃいましたよね東京。僕池袋の生まれでしょ、池袋今ほっぽり出されて目隠したってパッと目隠し取ったらどういうのか分かんないもん。ああやっぱりね、昔僕の通ってた小学校は路地だったんだけど、今道のさ広い道の座面してるしね、たまんないよね。そうだね、そうだね、その中で生き続けているこのシュガーベイブ恐ろしいやっぱりあのでも音楽ってあのなんていうのかな、こう見あの目で見るものじゃないじゃないですか基本的に、もうちょっとこう記憶と結びつくってこの中に入るものだから、すごく音楽聴いてその当時のこうわっと一瞬にして走馬灯っていうかあの蘇ることあるでしょ、
音楽はね、そういう生活の対象化だからね。うん、あのラジオネームユッケさん、練馬区の方なんだけど、シュガーベイブにハマったのはまだここの数年なんでって。珍しい人だ、ね、当時のことはよく知りません。いいです、知ってたら怖いですよ。30歳だからね。あ、そう。うん。じゃああなたよりも、あの、こっちの方のキャリアが長い。当時、お二人はよくセコハン屋巡りをしていたと聞きましたが、お二人が共通で大好きなアーティストがいらっしゃれば、その方の曲をってことなんですけど。私はセコハン屋回りしてたんですけど、あなたはそんなに別に。一緒に行ってたじゃない。あ、そうか。引っ張り回されてただけですよね。でも、だいぶ買いましたよ。それが今でも、あ、どのぐらい持ってます LP？ 僕はアナログが1万すごい、ね、ちょっとな、シングルはもうちょっと多いけど、CD はもう2万ぐらい。え？でも JWAVE 8万枚だったっけ。そのうち追いつく。追いついてどう、あれやっぱり買い直す全部。もうしょうがないでしょ、ボーナストラック違ったらやっぱり、うん、番組やるようになったからね。あ、やっぱり、ね、やっぱしょうがないよね。だからもう昔だったらそんなパーシーフェイスとかさ、ベルトゲンフェルトまでやんなかったけども、この頃はそういうのまでさ、やんなきゃいけないからね。わかる。うん。そう。私もこの半年で急激に増えましたよ、CD の数が。そうそうそう。だからこういうレギュラーやって、うん、昔のかけるとなるとね。そう。LP もかけてるんですけどね、私の番組で。でもやっぱりね、あの、傷ついちゃって、かけられない場合も多いんで。僕んち、あの、僕のレギュラー番組は、違う放送局なので、うん、もうそこの放送局はアナログがかけられないの。うん、だしょうがないから、うちで、穴デジして、なるほど、それでリマスタリングしてね、アナログ版を。それでデータにして持ってくの。しょうがないから。うん、うん。それで、あの、コンピューターのサーバーに直接入れて、その方が音いいからね。うん、半日仕事だね、番組やんだもんね。同じ、結局。私、3日仕事だ。うん、ご苦労さん。だけど、その、文字も書いてるでしょ、あなた。その原稿。原稿も書いてますよ。よくできるよね。やっぱり何も仕事しないとひたすらしないから、自分のためにこう、ね、だからそういうの、あの原稿長く書いてるとやっぱり文章力っていうかつくっていうか、変な言い方だけど、あの、うん、変な癖が取れるっていうか、で自分のなんかこう文章の形っていうのができてくるでしょ。そうですよね、うん、あとやっぱりほら直されるじゃないですか、文章って、あの大きい出版社って、うんうんうん、そうするときちんと、なんていうのかな、覚えますよね、物の書き方とか。漢字が少なくなるとかね。書いてない、何も書かない最近。僕はもう、文字は本当に苦手だから。昔でも書いてたよね、うん、解放、いろいろな、あれに。そういうのは書くけど、あの、ライナーとかね、そういうの書くけど、いわゆるこれコラム、うん、僕あの、ロッキンオンでカットって雑誌があってね、はい、そこで書いてたんだけど、それ隔月で書いて、それ9年ぐらいやったかな。本当。うん。でも、それが、あの、月刊になるって言うのも、月刊は全く無理だから、3000字書くのにもう1週間ぐらいかかっちゃうからね。うん、それで、もうそれでやめにしたんだけど、でもそれのおかげでね、やっぱり、ね、8、9年やったおかげで、そういう、なんか妙な感じが多かったりするのが、すごく取れてね、うん。それは、あの、感謝してるけど。うん、でも原稿本当に辛いから、締め切りがある原稿は、まあ、ね。わかる。わ、うん、かります。よくやるなと思って。いやいや、やりますよ、うん。そうじゃなきゃ仕事なくなっちゃうもん。何なんにもなくなっちゃう。じゃね。ナイアガトライアングルっていう、これも、そう今週30周年版が出たんですよ。な21日に、うん。これ、聞きたいんですけど。これはあれですよ、大貫さんに、曲をた、あの、詞を頼んだ。ドリーミングで。A 面の1曲目ですよ。私ね、聞いてて、うん、へえなんて、誰が詞書いたんだろうって。ひどいね、それも。忘れてたの。これはいい詞なんですよ、実に。じゃあ、ナイアガラトライアングルでから大貫妙子作詞、山下達郎作曲編曲で Dreaming Day。ゲストに山下達郎さんをお迎えして、六本木ヒルズの J-WAVE スタジオから生放送でお送りしている大貫妙子のナイトストーリーズウェンズデイですけれども、僕でもあなたの番組のゲスト出るのって生まれて初めてじゃないの。あ、そう、うん、
ちょうど1年前に僕がゲストに呼んだじゃないですか。そう。自分の番組、このシュガーウェーブの30周年で。はい、ええ。うん。そうでしたね。で僕、あなたの番組でゲスト出るのって初めてじゃないかなって思ったりするんですけど。そう、うん、だってそんなにナレーションがアルトで低いとは夢にも思わなかったし。声？うん。うん、よく言われるんですよ。低い声だって。歌ってる声はそんなに別にアルトじゃない。そう、うん。でも普段喋る子こんなもんよ、うん。こんなもんじゃない。まあね。でもそうやってそのパブリックに喋るっていうかさ。ああ、うん。だからステージで。人様に喋るという。ステージで歌った後に自分で話すじゃない。とこの声になってると、なんかもうすごい違和感があるって言われるんだよ、ね。でもステージで歌った、喋ってる時は今よりももうちょっとなんか。ちょっとね。うん。だからこう、ね、マイクに向かって人様に喋るとそんなに。一応ほら、この時間帯だから。あんまり近所迷惑にならないように。うん、ちょっとね、夜の声にしてんのよ。夜の声に。メール、皆様からのメッセージをお待ちしています。メールは www.j-wave.co.jp。携帯の方は ns@j-wave.co.jp です。山下さんって普段、はい、普段こう、なんていうの、仕事以外の感じで音楽聴く？聴きますよ。どのようなものを聴いてる？でも、ほとんどオールディーズだけど。コンピモノって、僕、ソングライターオタクだから、ソングライターのソンググラフィーを作るっていうのが趣味なのでね。うん、だからそうすると、例えば、ポール・リアムス、ロジャー・ニコルスのソングラフィーだって言うと、それを集中的に系統立てて、並べて、うん、それをまあ、リスティングしていくっていうのかな。エクセルのリストにしていくっていうか、そういう、あれが、それ始めるとまあ、すごく楽しいから。朝を見てしまうというかね。いいね、楽しく。もう、1万枚の LP と2万枚の CD だっけ、うん、もっと増えるんだろうけど、うん、もうそれ相手に一生楽しめるね。一生楽しめますよ。で、年取ったらドゥーアップだね。うん。そのために今から必死にあれしてるから、もう老後はドゥーアップだけしか聞かない。とにかくまあレコード欲しいから働いてんだもん。そのために仕事してるようなもんだから。ああ。うん。他には別にそんな趣味ないし。レコードって、まあ、国内じゃもうほとんどいっぱい手に入らないじゃないですか。ほぼ全部ネット。うん。で、もうこの年になると、セコハン屋行って例えば500枚とかいうのを全部見て1枚買うとか、そういう時間がもうね。そうね。欲しいし、大体の欲しいものはあるから、うんうん、そうすると、自分の欲しいものってだって決まってるのよ、もう。何が欲しいかって、ウォントリストがあるから。それをだから、世界中のそういう店に、オファーすると、戻ってくるから。なるほど。それを買うという感じかな、今は。結構買ってる？買ってる。あ、そう。今、アナログラストチャンスだと思う。そうだね。もう LP はね。うん、だから、そういう、割とカルトなものとか、すごく値が張るものの方が、ものがあったりするんだよね。うん、逆に、例えば、アース・インド・アンド・ファイアのシールドのミントっていうか、要するにその新品の LP ってほとんどない。うん、のよ。もうボロボロのアルバムしかないのよね。うん、だそういう、例えばだよ。だから、カーペンターズとか、アース・ウィンド・ファイアとか、ほんと超有名なものの、いいコンディションのアルバムの方がかえって難しいのよね。へぇ。だそれはもう今探さないと多分もうラストチャンスだと思う。じゃあ、私の持ってるいいコンディションの、コンディションいいよ、うちの。あ、そう。すごく綺麗よ。ええ。高く売れるかな。売るのは安いよ。あ、なんと。うん。売らないよ。それを店がまた赤まで店がまた上乗せして売るからあそっか、うん、いいや別にそんな小さいお金大きく出ましたねいやいや雨だしね私山下さんのね、うん、全アルバムでしか持ってないのよ LP でしか持ってないそう LP でしか持ってないそれで今日選曲するにあたって全部 LP 聞いてたのすごいですねいい音するしね。LP 好きなんですよ、私。やっぱり LP の音が。やっぱりね、アナログはね、うん、いい音するんですよ。そう、それでね、このムーングローだって、はい、ムーングローを聞いてたのよ。で、全部聞いた後に、一曲すごくなんか気に入ったトラックがあってさ、誰がやってるんだろうと思ったら、ユキヒロさん。YMO なんですよ。やっぱり自分の好みってあるんだね。これはね、アン・ルイスに書いた曲なの。あ、そうなんだ。アン・ルイスのアウトテイクなのね。あ、ほんと？で、アン・ルイスって、ゆきひろさん、ゆきひろと、細野さんと、佐藤くんと、ひろさんと、松原くんと4人でね、僕が、1枚アルバムプロデュースしたことがあって、それで半分ぐらい撮ってるのね。で、それのアウトテイクで、僕も、これ、自分で気に入ったからもらって、それで自分用に、あ、そうなんだ。やった。
だからこれだけ聞けると、あの、細野さんだというね。素晴らしいよね、でもこのプレー。そうなのよ。うん、聞いてくださいよ。ちゃんとシカゴソウルしてるのよ、これが。そうなの。聞きましょう。レイニーウォーク。レイニーウォーク。これだってまあもう27年前だもんな。ゾッとするよな。いちいち振り返らなくてもいいじゃないですか。だって26だもんな、まだ。これ、そうよ。たまらねえな、ほんと。誰でも通過するのよ、その年を。今があるんだから。でもあんまり恥ずかしくないからいいや。全然恥ずかしくないじゃない。私なんか恥ずかしいの山よ。そう？はい。でもちょうどこの頃ってさ、あなたヨーロッパ三部作の時代じゃない？いや、ヨーロッパ三部作っていうのはレコード会社が勝手につけたんで。うん、だって僕はそう聞いてるよ。いや、ヨーロッパでもレコーディング、あのヨーロッパ三部作の時はヨーロッパ行ってレコーディングしてないんですよ。うん。ヨーロピアンな感じでやってただけです。で、レコード会社が、そのなんかこうや、なんか売るためにくっつけちゃったんだけど、全然ヨーロッパじゃないのも一作入ってるんですよね。そう、硬いこと言っちゃいけない。いや、もう俗にヨーロッパさん。いわゆるヨーロッパさん。とりあえずヨーロッパさん。アバンチュリエール、ロマンティークね。あとミニオンっていうの。ミニオン。ミニオンが全然ヨーロピアンじゃないんだよね。いいじゃありません。いいんですけど。うん、ただ素材の取り方がちょっとそういうのがあるっていう。ただそれだけでしょ。うん。八王子の広藤さん。俺が弁護してどうするんだな。うん。シュガーベイブで売れない頃、すいませんね。シュガーベイブで売れない頃、スタジオコーラスの他にアルバイトしてたんですか？生活費はどうしてたんですか？どうしてたんですか？アルバイトは、してた。私はしてましたよ、アルバイト。何のアルバイト？いっぱいやりましたよ。出版、倉庫、本の倉庫とか、あと、ケーキ屋さんとか、あと、なんだ、IBM とか、そんなしてたの？してました、してました。うん、僕はシュガーベイブ作ってからって結構半端にライブが入るからまとまったバイトできなくなって。そうよ。うん。それで事務所に入るって言って、それで給料くれるって事務所入った事務所が全然一銭も給料くれなくてさ。そうそう。あの時は一番困窮したよな。70年の初めぐらいだった。困窮しっぱなしだ。いい思い出ないのね、あんまシュガーベイブの時。何か組めなかったもんね。うん。で、事務所を自分たちで立ち上げて、割とそういうコマーシャルとか、コーラスとか、やるようになってから、まあ、死ななくは、いう程度にはさ、うん、食えるようになったけど。そう。それでその頃に、唯一でもないけど、山下さんが、割とこの CM の仕事って取ってきてくれたの？うん。あの、これは、だから拾ってくれる人がいたの。だから大滝栄一さんが CM やってて、その後ろでいろいろ誤想でやってたら、君も作るかって言われて、うん、それで、あの、仕事くれて、それが、あの頃はまだいい時代で、そうやって、それでコマーシャルがテレビ出ると、うん、それを見て、あ、そうだ。オファーしてくれる人がいて、そうそうそう。そういう人たちがね、それでようやく、だから、あの、生活がね、うん、あの、なんていうの、お金が少し入るようになって、それで、なんとかっていう感じ。それ、ちょっと、この、達郎さんのこの CM コレクションっていう CD なんですけど、これ一般に売ってるもんじゃない、うん、ファンクラブで出てる。そうだよね。一般でも買えますけど。あ、そうですか。あの、ホームページ行けば買えますけど、ファンクラブで出てる。そこからちょっと、じゃあ74年。聞くんですか、それ。ちょっと30秒だから、ほら。じゃあ最初は。煮るなと焼くなと。はい。蜜やフルーツ。ザーって。ちょっといいですか？どうぞ。蜜やフルーツソーダ。これはね、三ツ矢サイダーってのがあるんですけど、それの姉妹品、うん、うん。それでフルーツソーダって。これシュガーベイブ。シュガーベイブ。ユカリと、これはまだココナッツバンクかな、バックかな。うん、私もやってる。やってる、コーラスもちろん。うん、コーラス僕とあなたと二人でやってる。うん。いや、結構ちゃんとなってるね。いいグループしてるじゃありませんか。これ生まれて、あの、2回目の CM。すごい。じゃあ次、74年で、富士屋ハートチョコレート。恋はハートで。ハートで迫るんだ。ハートハート恋はハートで。ハートハート恋はハートで。恋はハートで。
なんかこれ打ち込みっぽいね、音が。でも名前そうだよ、これ。そうそう、なかったもんね。これ 3回目。3回目。この時はスタジオで喧嘩しなかったっけ、私たち。うん、全然。大丈夫、うん、3位の時かいや。あれは日本自転車振興会です、確か。あ、喧嘩したの、うん、そうだっけ。うん、ね、75年にもやってるんだよね。これは、あの、タッド若松さん。はい。っていう有名な方がいらっしゃって、うん、その方が、その、シュガーベーブでオファーしてくれたのね。初めてシュガーベーブでやってくれてて、あ、それはソングス聞いて、うん、それで、シュガーみたいな感じでやってくれてて、それで、あの、あなたが一番最初に、最後に一言言うのね。そうそう。これは可愛いのよ、なかなかキュートで。じゃあ。たった15秒。はい。ラグのシュガーレスケーキ。青森のケーキ屋さんだよね。っていうのね。同じ声してるじゃん。当たり前か。ちょっと。今でも変わりませんね。そういう声にしてみたの。そういう声であった方が良かったかな、番組。もう遅いから、あと一回しかない。すごい恥ずかしいよ、これ。そう？この I love you は。でも、一発 OK だったよ、あれ。何度もできる。やればできるんじゃん。でも、ナレーションの時って結構、やっぱりそういう要求来るでしょ？来ますよ、うん。ナレーション結構いっぱいやってるんですけど、うん、全然声違う。だから僕わかんないもん。でも、僕の友達なんか、アーターボーダーって言うんだけどさ、俺なんか逆にわかんないね。わからないのも、今度ね、自分、来週あたりね、その、どこにも出してないようなの書けようかなと思うんだけど。もうナレーションもいっぱいやってるけど、自分でもわかんない、これ。かなり作ってます。そう。うん。うでもそういうのってやっぱりそれにあのこう向こうのクライアントに準じないとやっぱりダメなんでしょ。だんだんこう言ってるうちにこういうふうにしてこういうふうにしてっていうんでそれに合わせて作っていく感じなんですけど、うん、でもやっぱりこう名指しで来るので、うんうん、基本的にはね、うんうん、作らないけど、なるほど。こうあの最近もやってるのナレーションは。最近はない。ここ最近はないですね。そう、うん、時々あるんだ。また会った時は教えてください。はい、わかりました。このシュガーベイブっていう名前がどこから来たかっていうのでね、うん、その元になってるものを聞こうと思うんですけど、ヤングブラッドね。ヤングブラッドね、うん。うん。それで、私が用意してきたのもあったんだけど、うん、そしたら山下さんが、いや、このバージョンじゃない方がいいと言って急遽。こっちのバージョンの方が全然、こっちはライブバージョンなんだけど、うん、ヤングブラザーズは初め4人組で始まってるんだけど、うん、途中で1人抜けて3人になるんだけどね。その3人になった時代にライブアルバムがあって、それに入ってるやつの方が、これが好きで、ここから撮ったんですよ。うん、で、もともとは2枚目の4人時代のアルバムなんだけど、それちょっともうちょっとアーシーっていうかね、うん、カントリーっぽい、そうそう、あれなんだけど、こっちの方はもうちょっとジャジーでね、うん、なかなかいいんですよ。なので、用意はいいですか？ヤングブラザーズ。そうそうそう。うん、では、ヤングブラッドで、シュガーベイブ。最後のトントン、トントコトンっていうのは何なの？あれはドラマーがカウベル叩いてる。これ、初めてこのテイクを聞いたかもしれない。うん。これ、ライドダウンウィンドっていうね、ライブアルバムに入ってるんですけどね。うん。あ、ちょっと LP で。うん。LP で出てますよ、ちゃんと。ワーナーから。シュガーベイブの時かけて、持ってきてかけてた？いやー、そう言われるとね、うん。記憶が定かではないが。でも、圧倒的にレコーディングバージョンよりこっちの方が好きだから。うん。うん、そうだね。ジェシー・コリン・ヤング。ジェシー・コリン・ヤングってベーシストだから、うん、ベース弾きながら歌ってるんだよね。結構うまいんだよね。うん、好きなんだよね、ジェシー・コリン・ヤング。うん。私も好き。うん。なかなかね。そうそう。なんかね、曲もいいのよね、うん、すごく。曲が素直なんだよね。そうそう。うん。まったく。久しぶりに聞いたの、聞いたの。うん久しぶりに聞いた。久しぶりに、うん、そうでしょう。ギターって何本持ってるんですか？だいぶ整理しました。あ、そう。うん。テレキャスターの僕一応、うん、メインで使ってきたのそれが4本、うん、あとはストラトキャスター2本アコースティックが3本
その他エレキシタールとか十二弦とか、12、3本ってとこがないな。うち、ん、に管理してる。うちに管理して全部うちにある、うん。で、必要な時はスタジオ持ってってっていう。うん、なんかこう、ちゃんとこう、なんていうの、湿気ないようなところに管理してるの？一応ね、うん、あの仕事場があって、そこのところの奥に部屋作って、そこで終わりするけど、ちょっと、なんとか、オーバーフロー気味なんだけど、うん、ギターだけじゃなくて他の機材もあるからさ。なかなか、ああいうの収納がね、そうね、うん。日本は湿気多いしね、うん、夏に特に。まあ、それはもう諦めしかないよね。うん。うん、そう。うん、普段、ほら、ギタリストの人って、あの、まあ、特にアコースティックギターを弾く人って、しょっちゅう持って弾いてるじゃない、ギター。うん、そういう感じ？いや、僕は、あの、情けないけど、僕はどっちかだったらエレキの方が多いから、うん、弾くの。アコースティックはね、もう、吉川中英さんなんてね、有名な人がいるでしょ？もう27、8年前に中英さんで頼んで弾いてもらったりするけど、中英さんのギターなんてもう F 抑えられないもん。あの、うん、ヘビーゲージのヘビーゲージだから。これ、それでもまだ柔らかいとか言ってさ。うん。それエレキはいいよね、ライトゲージでも。グバシッと抑えるもんもさ。できるから。だからアコースティックはもう全くほら遊びっていうかもう。うん。うん。でもステージなんかで弾くでしょ？ステージはね。うん、でもステージは、所詮結局エレアコでしょ？うん、うん。アコースティックの本当の音は出ないから。うん、まあ最近はチェット・アドギンスのエレアコとかいいのがあるから、それなりの音はするんだけど、でもやっぱり、本当はマイクで撮ってさ、うん、やんなきゃダメだけど、僕みたいなスタイルだとそんなにラウドだから、とてもね、マイクじゃ拾いきれないから。どうしても結局エレキ主体にするしかないっていう。うん。またライブやります？できれば。今、あの、マリアのレコーディングやってるから、それ終わったら、やろうかなという具合に考えてます。うん、長いよね。すいません。いやいや、すごい体力だなと思って。なかなか。声も。私は大丈夫なんですけど。山下さんって、ご両親は別に音楽やってるわけじゃなかったでしょ？全然。いとこにピアニストとかいますけど。うん、いや、その声帯は、誰の譲りなんですかね。どうでしょうね。だってやっぱり遺伝でし、遺伝もあるじゃない？やっぱりそういうなんかこう。父親はまあ歌は嫌いじゃないけど別にね。そういう、それほど大したあれでもないけど。お父さんの歌とか聞いたことありますし。うん。うん、あの、津軽海峡冬景色とかね、そういうやつだけど。俺は河原の彼好きとそういうのは。うん、あなたはだってそういう音楽系の人って親戚にいます？ないですね。でもうち、私の声、まあ、どっちかというとキレイ系の声じゃないですか。うん。やっぱり母親の声に近いんですよね。ああ、そう。なるほど。まあ、僕らの世代は音楽がとにかく文化で一番強かったから、うん、別に音楽なんかやらなくていいよねやつがみんなミュージシャンになっちゃってるでしょ。だから逆に、だからその基礎点外のアイデアというか、うんうん、ね、そういうのが。あとだから、それこそ、ゆきひろとか細田さんじゃなくて、やったらできたって人たちね。うん、でも、もう5年早く生まれ、5年遅く生まれたから、果たして彼らがミュージシャンになったかどうかもね。そうね。わからないし、そういう時代じゃない。本当に音楽がもう文化の頂点で、演劇もよりも海外にも何しろ音楽だったじゃない。うん、今もう全然そうじゃないからね。うん。まあ、そう、交通事故というか、交通事故で31年。レッツダンスベイビー、キーティー。どうぞ。大貫妙子がナビゲートするナイトストーリーズウェンズデーは3時まで続きます。ナイトストーリーズ、ナイトストーリーズ on J-WAVE。山下達郎さんをお迎えして、お送りしているナイトストーリーズウェンズデーですけれども、山下さんの、はい、山下さんっていうのもね、山下君っていつも言ってるんで。そうです。どうしてそんなによそ行きなんでしょう。いや、なんか私もだんだん声が低くなってきました。あんまりほら夜も更けてきました。でもいつもはもっと起きてるでしょ。結構起きてますよ、ね、朝まで起きてます。朝まで酔いっぱいの朝寝坊でございます、うん、それは変わらないんだ。はい、今なんか最も関心のあることってあります？最も関心のあること難しいですね。最近ね、なるべくあの、うちっ子じゃなくて表行っていろいろ文化に触れようとか思って、文楽見たり、バレエ見たり、
バレエって、あ、踊る方の番組、うんうん、見たり、美術館行ったり、うん、あと落語、寄席し、もう10年以上寄席行ってなかったんで、最近は寄席も行こうっつって、結構行ってます。落語見ました。もともとでも好きだもんね。うん。うん、なんか、やっぱり、同期ものコンピューターミュージックを一人で打ち込んで、レコーディングしてるっていうことになってから、レコーディングの時間が5倍とか10倍に膨れ上がって、うん、全くその心の余裕がなくなったここの10年ぐらいでね、最近ちょっとまた少し余裕が出てきたっていうから、あんまり執着しなくなってきたっていうかな。うん。うん。それで、これ、テレコが変わったりするじゃない？だからそのデジタルになったり、それがプロツールスになったりとか、うん、なんか聞こえ方が変わっちゃって、うん、なんかそれでまた悩むとかそういうのがずっと続いてたでしょ。そうするとなんかそこを、リラクゼーションとかそういうね、例えば寄席行ってちょっとあの、話から話聞こうとか、そういう記録がね、うん、全然なくなっちゃって、うん、それがちょっと最近戻ってきたんで、だからそういうこう一般的なこう、あの、美術館の遠いとこ、うん、あの桜の河村美術館とか、ね、そういうところまでちょっと足伸ばそうとか、うん、フィルムセンター行ってみようとか、そういうのが、ね、最近ちょっとアクティビティが増して。本当いいね、うん。いいことですって。そうすると歩くし、うん、健康にもいいし。そうね、山下さんは全部自分でやってるからね、アレンジも。そうね、アレンジは難しいの。あの私は必ずほらパートナーをつけてやってるから、うん、こうそこああしてくれこうしてくれって、うん、まあね、あのそこの中でこう生まれてくることがあるけど、一人だとそういうこと誰が一体、うん、自分で決めて自分でイエスの決めなきゃいけないでしょ。歌はだって自分の歌自分で決定するのって結構ね大変でしょ、うん、歌は全部自分で決定してるけど、例えばああいう多重録、あの、歌の、なんていうの、うん、後で書けるけど、なんだっけ、ほら。アカペラね。アカペラって一体どのぐらいかかってるの、あれ。あれはね、一日一曲やんないとダメ。ああ、やっちゃないと声が変わっちゃうから。うん、違う、あの、縦の線がね。うん。あ、あの、要するに、バイオリズムが変わるから、うん、あ、リズムボックスに、あの、どんなに合わせてやってるつもりでも、例えば、3パートやって、残りの2パート、翌日やると、乗り換わるんだよね。ああ、わかるな。だから、必ず一日にやんなきゃならないから、それこそ40回ぐらい重ねるときには、十何時間、一日で歌い切っちゃなきゃならないから、うん、それは結構ね、今でも大変なんだけど。それって、デモかなんか作ってからやるの？それとも譜面に書いて？譜面に書く。書いてね。うん、完全に、あの、譜面を書いて、それでベースから始めて、スリーパートやって、みたいな、そういう。もう決まり事がね、もうあれも20、30年近くやってるから。うん。まあね。うん。でもアカペラが分かるな、次の日になると合わないって思わない、うん、弦と歌ってあるじゃないですか、うん、オーケストラスタジオで撮って、うん、だからいつも同録で撮っちゃうんだけど、あ、そうじゃないと、そうよね、そうじゃなかったらビデオに撮っとかないと、あ、分かるわ、絶対入れないし乗れない。確かに ね、それに近いよね、うん、リズムセクションがなくて本当にね、そうそう、あれだったらそうだよね、うんうん、その歌をオーケーにしないとダメだもんね。これからの老後。私ですか？老後じゃないけどね、全然。これから、あの、老後は冗談なんですけど、うん、あの、ずっとこういうスタンスで。そうですね。やってらっしゃると。そういう、こう、機材の変化とか、うん、そういうものが、こう、ものすごく日進月歩だからね。で、音楽、ただ曲作って歌うという行為は全く現し、時点で20歳とか21歳とかと全く同じパッションがあったとしても、うん、それを例えば音に刻む、こう CD にするのか、例えば配信になるとか、そういうメディアが変わると音の聞こえ方が変わるのでね、うん、とか昔の経験則が通用しないっていうか、そういうものの方がむしろ最近は悩みが多いから、うん、そうすると曲を作るときに、ああ、これだと今の録音のシステムだと実現しないかもしれないとかね、うん、こういう、だから編曲もやるじゃないですか、だからあれ、こういうアレンジだと今のあのプロツールだとダメかなとか、そっちの方の悩みのがね、むしろ今大きいから、うん、で弾き語りでやってる音楽やってる人、ギター一本でやってる人とかね、そういう人は羨ましいよね、うん、でそこで完結できるけど、僕らの場合は結局リズムセクションがあったりする、こうアレンジメント総力戦として詞曲だけじゃなくて編曲とか歌唱とかね、それからそういうものを全部合わせた僕なんか作り方してきたから、ね、うん、そこがこうあるところがこう変わっちゃうと、うん、あとは人が変わったりするとね、だからそういうのがあると、むしろだからそういうところをどういう具合にこうあんまりストレス溜めないで作れるかなっていうのが、まあ年取ってからのやり方かな。わかんないけど、この最近の出したこのソノリティね、はい、これも結構長、あの、空いてますよね、前に。空いてますね、オリジナルとしては7年空いてますからね、
全然別に私は開くのは構わないと思ってるんだけど、うん、ただ何にもやってないわけじゃなくて常にレコーディングしてるんでしょうね、うん、だ間にはいろいろあるんですよ。シングルも出してるしね、そうなんだよね、中ベラも出してるし、そういうこう寄り道が好きなので、うん、そういうことあって、あとマリアのやつもあるので、うんうん、2人分作ってるでしょ。だからどうしてもやっぱりそのインターバルは空いちゃうのはしょうがないんだけどね。本当はもうちょっと冷たいんだけどなかなかいやマイペースでやってください。怒られますよく皆さんじゃあね、また山下さんは明日も早いそうなのにこんなに長くお引き止めして大変申し訳なかったですけど、それではこれからのご活躍を期待して何硬いんだい今日は硬かったね、随分緊張しちゃってあんまりやばい話しなくて済んだからよかった、またゆっくりね、はいはい、個人的にそうですね、お会いしたいと思いますけど、それでは最後にこのソノリテからマイダスタッチ、これ自分で紹介してもらって、マイダスタッチ1曲目です、はい、触ると金になるってマイダス、うん、そういうこうあとはメデューサとかそういうこうヤバい女の人、うんうん、こう見られると石になっちゃうとか、そういうようなラブソングです。すごいな怖い女の人のラブソング、触んないようにしよう、言われてみた今日はどうもありがとう失礼しました。はい、山下さんはお帰りになりましたが、お送りしたのはソノリテからマイダスタッチでした。なんか急に寂しくなっちゃったな、目の前に誰もいないいつものラジオなんですけどね、なんかすごいその空間が寂しく感じるんですけど、たくさん皆様からメールをいただいてますが、山下さんと話しててちょっとなかなか目を通す時間がなかったんですけれども、少しご紹介したいと思います、ラジオネーム室見さん、渋谷区の方、いつもはすごい大人な感じの大貫さんなのですが、山下さんがゲストだと子供のように話していますね。なんだかこっちも楽しくなりますということです。そうですかね、そんな変わってないと思うんだけど、まあでもね、ちょっとやっぱりね、2人だけでいつも友達同士のように話してるとはちょっとよそ行きですよ今日はね。2人でね、先日も一緒にお食事したりして話して、もう全然変わってないの、30年前と話す内容とか考え方とほとんどね、だから戻っちゃうんですよね、このまま行くと危ないと思って、ラジオネームナスカさん、ナスカさんじゃない、最終回イブにふさわしいゲストですね、WBC でのジャパンの優勝の興奮も吹っ飛びました、嬉しくて缶ビールを開けたところです、ということです。ナスカさん、ラジオネームウーママさん、もう曲がかかるたびにノックアウトです、女友達と船で行った式根島の浜に達郎さんの曲がかかりまくっていたこと、クラッカー持って達郎さんのコンサートに通っていた日々、夏なんて大嫌いだとコンサートで叫んでいた達郎さんがまざまざと思い出されます。本当に曲というのは思い出と一緒にあるものですね。夏なんか大嫌いなんだ、知らなかった。ラジオネームチキンさん、ソングスは今でも愛聴版です、当時高校生の私はソングスを友人から紹介されて日本の夜明けを感じたという記憶が鮮明にあります。ありがとうございます。ラジオネーム笹川さん、こんばんは、今日は達郎さんがゲストということで長岡まで来て車の中で聞いています。新潟県の方なんだよ、すごいですね、ありがとうございます。ということでたくさんいただいてるんですけどね、曲いった方がいいですかね、そろそろもうちょっとご紹介しましょうか。チョロコさん、ダウンタウン
さっきの放送で初めて聞かせていただきました。カバーされているのはテレビなどでも耳にしていたのですが、やっぱり原曲の方がいいですね。そうなんですよ。原曲はこれです。いいですよ。聞いてくださいね。他にもいい曲入ってますからね。いつも通りとか、私の曲。ありがとうございます。ラジオネーム闇太郎さん。久しぶりにラジオを聞いたら、久しぶりに何とも懐かしいというと失礼か。まさに私が、高校生の頃、透明感のあるボーカルとハーモニーが素晴らしいと思っていたお二人様がラジオで共演なさっている。なんだか感動です。ということです。たくさんいただいていますが、ちょっとではここで曲に行きましょう。スティービー・ワンダーで For Once in My Life。スティービー・ワンダーに続いてお送りしたのはバリーマンで、オン・ブロードウェイでした。山下達郎さんは、今日ゲストにいらした山下さんは今頃お帰りの途中かと思いますけれども、まだ外は雨でしょうか。まあ出会ったのは19か20歳の頃で、まあそれぞれ聴いてきた音楽も違うし、シュガーベイブ組んでからも多分音楽の趣味は重なる部分はあったと思うんだけれども、全く違うところもあったと思うんだけれど、私はでも山下さんには随分いろいろないい音楽を教えていただきました。本当に異例のセコハイア巡りですけどね。ほとんどね、行くと丸一日何軒か回って手真っ黒になっちゃうんですけどね。懐かしいですね、本当に。でもその頃に買ったアルバムが本当に役に立ってますよ。今でももう絶対手に入らないものもあるんでね。皆様からのお便り続々と来てますが、また少し紹介しましょう。目黒の明治より、達郎さんがゲストだとテンションが高くて掛け合い漫才みたいですね。面白いです。そうですか。そうだったかな。あ、そうかな。ラジオネームカーペットさん、深夜に生放送で大貫さんと達郎さんのトークが聞けるなんて本当に最高です。録音して永久保存版にします。そうです、保存版ですよ。はい。ラジオネームソウさん、大田区の女性の方ですね。ここ2、3年音楽を聴くことが苦しくなってしまって、でもそれを一瞬で救ってくれたのがソングスだったんです。ソングスを2ヶ月ぐらい聴き続けて聴かずにいられなかったと書いてありますが、再び音楽との蜜月が、戻ってきました。本当にありがとうございましたということです。よかったですね。音楽を聴くことが苦しくなったってね、苦しみながら音楽を聴くことないんだよね。やっぱり聞きたくないものを無理に聞くことはない。音楽はやっぱ情報じゃないので、好きなものに出会う、出会えてよかったですね、本当に。ラジオネーム石井さん、石井康信さん、川崎市の男性の方ですが、昔の CM ソングはいいですね。さっき山下さんとシュガーベイブの頃の富士屋ハートチョコレートをおかけしたんですけど、CM ソングもテレビや映画の主題歌もその商品や番組とほとんど関係ないようなものが主流になってしまい、15秒や30秒で商品名をアピールする、そんな昔ながらの CM ソングは今ではほとんど聞かれなくなりました。寂しい限りです。いや、私もね、本当にそう思いますよ。すごい綺麗な CM とか流れてるんだけど、終わった後で一体何の商品だったんだろうって思うこと多いもん、本当思うんですけどね。もう一枚、ラジオネーム HTH さん、大貫さんの周りの方々はラジオを愛している方ばかりで、ご自分の番組は全曲自ら選曲していらっしゃいますよね。真の音楽好きというか、信頼できるマエストロばかりですよね、ということで。本当そうですね、本当そうです。いや、私たちの周りは、周りだけじゃないと思いますけどね、でもかなりうるさいです。それも含めて素晴らしいミュージシャンですけどね。それでは、
この B.J. トーマス、次おかけしたのは B.J. トーマスなんですけど、この B.J. トーマスというアーティストをですね、教えてくれたのも山下達郎さんです。今日おかけするのは、その中のソングスという曲ですけれども、それは別にシュガーベイブのソングスとは関係ない。あ、このソングスの話も聞くの忘れちゃったな。またいつかね。では B.J. トーマスでソングス。それではここで真夜中のニュース、そしてお天気を伝えていただきましょう。ニュースルームの多田さん、お願いします。お伝えします。ワールドベースボールクラシックの初代王者に輝いた日本代表が昨夜チャーター機で成田空港に帰国し、盛大な歓迎に包まれました。記者会見した王監督は、熱い応援が我々に響くように伝わってきたとファンに向けて感謝の言葉を述べました。第一生命経済研究所の試算によりますと、ワールドベースボールクラシックで日本代表が優勝したことによる経済効果は364億円に上るということです。スペイン・バスク地方の分離独立を求める過激組織エタ、バスク祖国と自由は24日に武装闘争を終結すると宣言しました。1968年から続いてきたエタによるテロの歴史に終止符を打つことになります。福井県の大井原発3号機と4号機の廃棄物処理施設で昨夜、煙が充満して火災報知器が作動し、煙を吸い込んだ作業員2人が病院に運ばれました。2人は意識はあり、症状は軽く、放射能漏れなどはないということです。東京銀座にある新橋演舞場で昨夜、人気タレントの滝沢秀明さんが主演する時代劇ミュージカルを上演中に、舞台装置などを焼くぼやがあり、観客ら1600人が一時避難しました。変わってお天気、木曜日の東京地方は雨、お昼前から曇りでしょう。降水確率は午前中 50%、 午後は 20% です。最高気温は16度と4月上旬並みとなりそうです。以上、多田がお伝えしました。364億円ですか、経済効果。そのようですね。 何がそんなに経済効果に。やっぱり野球人気が全体的に高まって、チケットなどが売れていくということと、日本国内の今後 の試合が、プロ野球がありますよね、はあ、で全体的に野球人気が高まることで、そういうチケットが売れていくっていうことと、それからグッズなどの販売、選手たちが着ていた、ワールドベースボールクラシックで着ていたユニフォームの販売などがすごく好調のようですよ。あ、売れてるんですか、はい、へえ。で、別に普通のプロ野球のチケットも売れてると。そのようですね。前売りがね。はい。なるほどね。ずっと続けばいいですけどね。そうです ね。私もあまり野球に関心がない方だったんですけれども。いや、面白かったですよね。今回ばかりは見てしまいましたね。引きつけられました。見ました。私も。後で自分の、アナザーストーリーでその話でもしようかなと思ってるんですけど。でもバスク地方、いいとこですよ。私行ったことないんですけれども、好きですよ私。あ、食べるものも美味しいしね、人もいいんですよすごく。あ、そうですか、よかったですね。そうですか、はい、ありがとうございました。Night Stories. Night Stories. On J-Wave.聞いていただいたのはベッド・ミドラーで、One More Round、 そして、Spring Can Really Hang You Up The Most でした、今日山下さんがお見えになることは特に告知してなかったので、サプライズだった方もいらっしゃるようで、続々とメールが届いてるんですけれども、山下さんはもうお帰りになりました。
ラジオネーム秀夫さん、世田谷区の方ですね。秀夫さん、突然のサプライズゲストに驚いたのか、パソコンが起動しなくなってしまいましたので、わざわざ別のパソコンを引っ張り出して投稿しています。そういうことあるのよね。機械相手だと思ってもあるんですよ、そういうこと。本当こういう時に限ってなんでっていうのありますよね。そこで質問なのですが、お二人がもし今の時代で20代でしたらどんなことをやっていると思いますか。ぜひ聞きたいです。この方は25歳なんですけど、お二人もう山下さんいらっしゃらないのでね、山下さんはちょっと分かんないですけど、多分もしっていうのはないというふうにおっしゃるんじゃないかなと思うし、私はもしっていうのはないんで、全然考えたことないし、質問されても考えようともしないっていうか、もう今20代からこの30年生きてきたこの人生しかないんだから、やっぱり考えないですね。戻ることもできないし、なので今はひたすら、今もこれから未来もひたすらこの与えられた人生をまっしぐらに終わりまで生きていくと、そういうことですけどね。ありがとうございます。ラジオネーム博多にわかさん、今ではソングスの LP は擦り切れて雨が降ってしまい、そうね、ザーザー言うのにね、 CD で聞いていますが本当に古さを感じません。どうですか。私はちょっと古いかと思うんだけど、新鮮に聞こえるってのもあるかもしれませんけどね。ありがとうございます。曲行きましょうか。そうですか。それではマーヴィン・ゲイで I heard it through the grapevine。 マーヴィン・ゲイについてお送りしたのは、グレン・キャンベルで恋はフェニックス。この恋はフェニックスってジミー・ウェブの曲で、そういえばリチャード・ハリスのマッカーサー・パークとかかけてほしいというリクエストも前あったんですけどね、7分で長いんですよ結構。確か、まあ、長いんでもいいんですけど、ちょっと今日は入らないですね。CD 出てると思います。出てますのでそちらでお楽しみください。それでは続いては私が気になっていることを気ままに話すコーナー、アナザーストーリーです。ナイトストーリーズオン J-WAVENow it's time for another story. はい、なんといっても話題はワールドベースボールクラシック。これにつきます。やっぱり私そんなに別に野球ファンというほどでもないし、なんですよ。でも本当面白かったです。そのゲームが。なんていうのかな、だからそんなにこう普段例えば周りが騒いでるから見るっていうのではなく、本当に見てるだけでどんどん引きつけられていくというか、そういうすごい吸引力がありましたよね。もう本気、もうなんかそれに引きつけられて、もう今度ドキドキしちゃって、もう点数とか入るたびにもう心臓が、もう自分のことのように、それは日本が勝ってほしいとか、もうそういうレベルではなかったね。やっぱり本気度が、まあね、イチローさんが、いつもはクールなイチローさんがなんかすごいこう熱かったとかみんな言ってますけど、まあ、あの方はやっぱり熱い方だったというふうに私は思っているので、その姿が見られてとても良かったですね。すごく良かった。そんなクールなわけないもんと私は思っているので、でちょうどその野球のその試合ね、優勝した試合を見て、4点間そのぐらい前半、1回目でかなり入りましたよね。それでね、お墓参り行かなきゃならなかったんでお墓参り行ったんですよ。
それで、お墓をね、うちは東京の入谷にあったんですけど、2年ぐらい前にうちの神奈川の方に移しまして、うちの割とすぐそばなんですね。で、非常に山、椿とか、それから、まあ、梅はちょっと割っちゃったんですけどね、ものすごく綺麗ないっぱい咲き乱れてるお山にあって、やっぱりお墓って近くにある方がいいですね。なんかこうしょっちゅう行けるし、うちの飼ってた犬もそこに、やっぱ犬とかね、猫ちゃんのためのお墓もあるんで、そっちにもお参りしたりして、それで、まあ、ちょっと野球のことも気になりつつ、それで帰ってきたらまたお墓参り終わって帰ってきたらまた野球もやってて、また楽しいんだっていうことなんですけどね。なんかこうやっぱり人はこう真剣に本気になってる姿って見たいんですよね。なかなかそういうの見られないじゃないですか。そうないですよね。だからまあこれを機会に野球好きになるかっていう人もいるかもしれないけど、私はやっぱり別にプロ野球は見ないかもしれない。やっぱああいう真剣なところにを見たいと思います。ということで Another story. お送りしたのはジョニー・ミッチェルで、アルバムのトラベローグからサークルゲームでした。大貫妙子がお送りする J-WAVE ナイトストーリーズウェンズデーは午前3時まで続きます。はい、もうすぐ3時。まあ、あと15分ぐらいありますかね。ラジオネーム、ようしさん。最近リスナーに、この曲を聴けという番組がなくて寂しい思いをしていました。自分のラジオに対する考え方をワンステップ向上させてくれた番組でした。ありがとうございます。聴けって、この曲を聴けなんて言ってませんよ、私。おすすめしてるだけなんですけどね。まだ、この方はね、宮城県の方ですね。26歳。そうですね。でも、やっぱりいろんなものが、そうそうやっぱり買えないですからね、CD とか。だから、なるべくなるべくほら、いろんなジャンルの曲。まあ、それは偏ってますけどね、私もかなり。でも、なるべくそういうふうに選曲してきたつもりですけれどもね。ありがとうございます。あ、ラジオネーム、阿部光さん。板橋区の大学生。大学院生25歳。久しぶりに深夜ラジオらしいゆったりとした時間を過ごさせてもらったのに、もう放送が終わりなんて残念でなりません。日曜日は富田ラボのライブお疲れ様でした。素晴らしいバックの演奏で、豪華アーティスト、とても楽しかったです。ということで、そうなんですよ。日曜日アクスでライブありまして、富田ラボ。随分アーティスト出ましたよね。すごくお客様お入りになっていて、もう立ってらっしゃるんですけど、もうぎゅうぎゅう詰めで、こちらはいいですけど、もう具合悪くなるんじゃないかなというふうに思うぐらいたくさんでした。やってる方は非常に楽しかったですけど、一曲だけプラシボセシボを歌わせていただきましたが、ゆきひろさんとね、ケミストリーとも初めてお会いして、楽屋にご挨拶にいらしてくださって、なかなかそんなことねしてくださる若い方いらっしゃらないので、ちょっとびっくりしましたけど、でも富田ラボのね、読みかけの夏っていうのを彼らが歌ってる、すごくいい曲で、私の中ではヘビーローテーションになってたんでね、大好きですなんて私も言いました。その曲が大好きですと言いました。いやでも本当にね、ケミストリーのナイスガイでしたよ、本当にでした。さて、それでは、
もう時間もちょうどなくなってきましたけれども、今日見えてくださった山下達郎さんのオン・ザ・ストリートコーナーから一曲聴いていただきましょう。スパニッシュ・ハーレム。山下達郎さんの、オン・ザ・ストリートコーナーからスパニッシュ・ハーレムでした。これは CD で聴いていただいたんですけど、私は今日は山下さんのおかけしたアルバムは曲はアルバムで全部持ってきているんで、ですよ。なんでかっていうとアルバムしか持ってないからなんで、 CD をじゃあください。買います。あのオン・ザ・ストリートコーナーのこれは私の持って今日かけてない LP の方と歌が違うって言ってましたけどね、さっき歌い直したって、発音が気に入らなかったからって細かいらしいですけどね。で今日はもう LP 持ってきたついでに全部サインしてもらいました。すごいね。はい、それでは今日のラストソングです。山源でジョイライド。ナイトストーリーズ、ナイトストーリーズ、ナイトストーリーOn J-Wave, On J-Wave. はい、ラジオネーム向井、秀樹さんっていうかな、マーシオヌキさんの選曲が楽しみで、かかった曲やアーティストのレコード CD を棚から引っ張り出すのが楽しみでした。20年ぐらい聴いていなかった人も久々に聞くととても良くて嬉しかったりします。そうなんですよ、もうこういうためにこの番組はあったんですから。大貫さんの芯が強く、ラジオネーム田島春さんは、大貫さんの芯が強くてまっすぐな、しかもとても公平な発言は聞いていてとても心地よかったですということですが、皆さんと同じようなことを私も考えているということですけどね。さて、来週はいよいよ最終回でございますけれども、もうたっぷり自分の曲をかけますので、覚悟してきてくださいね。自分で自分の曲を、選曲するのもまた楽しいということで、ライブラリーというアンソロジーが出てますけれども、それはまあなんていうのかな、まあ一般の方向けというかですね、自己紹介的なこともあったんですけども、来週はですね、それとは違うベストの選曲で、自分にとってのベストの選曲でお送りしたいというふうに思います。今日は山下達郎さんをお迎えして、お送りしてまいりました。前半に本当に友達でもあるけれども尊敬する音楽家であり、まあ、私もファンなんですけどね、この半年の間に、お迎えしたゲストは山下達郎さんと坂本龍一さんという、もうおもしみたいなすごいお二人でしたけれどもね、あと中山仁さんにもブラジルの時には来ていただきました。それでは来週の大貫妙子特集をどうぞお楽しみに。それでは。